止まってしまった学生スポーツ。それでも夢を追いかける10代のアスリートたち。そんなみんなを全力で応援します。スポーツを止めるな。名門安田学園高校バスケットボール部にやってきた B リーグ宮田聡志選手、42歳にして未だ現役プレーヤーです。挨拶したんですけど、エクセレンス宮田です。そんな大ベテランにマネージャーの三浦美香さんはある悩みを打ち明けました。仲間になる、その本当の仲間になるためには、自分がマネージャーとしてみんなのために何をしたらいいと思いますか？実はコロナの影響で練習ができなかった期間に3年生たちが引退してしまいました。三浦さんは先輩たちと打ち解けることができないままお別れしたことを後悔していたのです。そんな三浦さんに宮田選手は、好きで頑張ってきたことは何かにつながると思ってるんだ。バスケットが好きっていうか、このバスケ部が好きでここにいるんだもんね。マネージャーの2人はその仕事にこう、なんていうの、俺は自信というか誇りを持ってほしいと思ってるんだよ。だ、誰かがスリーポイントを決めた時に自分たちの力もそこには入ってるって思ってほしいし、だから逆に負けた時は同じぐらい悔しがってほしいんだ。自分の役割に自信と誇りを持つ。やっぱり自分を信じて、みんなを信じて、みんなは必要としてくれてるんだよっていうのが噛み締めていけたら、まあみんなのためになれるかな。せーの、スポーツを止めるな。それが輝く未来への合言葉。きっと一生の仲間になれるよ。